リチャード・マークスリチャード・マークスはアメリカのシンガーソングライター、音楽プロデューサー。作曲家の父、ディック・マークスとその妻で歌手のルース・マークスの間に生まれる。19歳の頃、マークスのデモテープを聴いたライオネル・リッチーに認められて、ロサンゼルスに移住し、アルバム、ライオネル・リッチーのレコーディングに参加した。その後、リッチの紹介で、ケニー・ロジャースのバックアップシンガーとなり、 さらに、ロジャースと共作も、はじめ、二人が共作した、クレイジーは、1984年に、ロジャースの歌唱で、ビルボードカントリーシングルチャート1位を獲得した。1987年、アルバム、リチャード・マークスでデビュー。デビューシングルとなった、Don't Me In Ushing が、いきなり全米チャートの3位に入るヒットとなり、大きな注目を集める。その後、アルバムから、 シングルカットされた、君を知りたい、エンドレスサマーナイツも立て続けにチャートインさせ、4枚目の、ホールド・オン・トゥ・ザ・ナイツで、ついに全米ナンバーワンを獲得した。これで完全にスターダムに乗り、セカンドアルバム、リピート・オフェンダーからは、サティスファイド、ライト・ヒアウェイティングと前作を上回る、ビッグヒットを飛ばした。ライト・ヒアウェイティングは、当時交際していた女優シンシア・ローズへのラブレターに、 曲をつけたもので自身最大のヒット曲となったことを契機にローズと結婚した。初来日公演は1988年2月で日本武道館での公演も行った。デビュー以来立て続けにヒットを飛ばしたマークスは1991年にマンを持たしてアルバムラッシュストリートを発売。第1弾シングル瞳の誘惑はあらゆる フォーマットのシングルレコードが準備されるほどだった。また勝馬に乗りたいアーティストが、録音ニや発売記念パーティーに集合した。しかしながら、このアルバムは、前二作のようなヒットに結びつくことなく、ヒットチャートから滑り落ちた。第2弾、シングル、ハザードの後、テイクジスハートをシングルカットしたが、時すでに遅かった。これ以降、1994年にシングル、Now and フォエバーが全米7位になるヒットがあったものの、アルバムの成績は振るわなくなっていった。1990年代半ばよりプロデューサーとしての仕事に重きを置くようになり、自らの創作活動や講演会は減っている。近年では、アイドルグループのインシンクやバックストリートボーイズに曲を提供。1996年には、日本の歌手チャギアスカの楽曲を、 世界中の一流歌手が歌唱する尊敬企画アルバム「ワンボイス・ザ・ソング・ソブチャゲ＆アスカ」に参加。マークスが担当した「ハート・オブ・マイ・オウン」は英国版には収録されていないが、日本版の追加曲として収録されており、その縁で翌年に発表した「エブリィ・デイ・オブ・イヤ・ライフ」はアスカとのデュエット曲となっている。二千四年にはルーサー・バンドロスの「ダンス・ウィズ・マイ・ファーザー」をバンドロスと共作し。 グラミー賞最優秀楽曲を受賞した。2006年には、リンゴスターヒズ・オールスターバンドのメンバーに名を連ねた。2014年のアルバム、ビューティフル・グッバイは、全米39位、インディペンデント・アルバム・チャートで6位を記録し、20年ぶりの全米トップ40アルバムとなった。1989年1月8日に、シンシア・ローズと結婚、ブランドン・ルーカス、 ジェシーの三人の息子がいる。2014年4月に離婚を発表。2015年12月23日、自身のフェイスブック上で、デイジー・フエンテスとの結婚を発表した。ありがとうございます。